窓を開けて目を閉じて充電器を探して歩いた 4% の朝ごはんは掃除機の音を取れなかった 美しく笑う僕の顔は 少し汚かった なんとか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 生き抜いて 初めての気持ちを探すために最後の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 その日まで嘘で身を守るのです窓を閉めて目をこすって3分間の面接して当然部屋の鍵もかけて人が少し怖くなった美しく笑えたはずなのに突き刺さる視線のあれまともに生きてるつもりで過ごしてたのにななんとか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 生き抜いて幸せの気持ちを探すために最後の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 その日まで努力を避けたいのです本当は嘘つきたくないし誰かと仲良くなりたいよ現実は難しいけどなんとか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 生き抜いて初めての気持ちを探すために最後の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 その日まで嘘で身を守るのです僕はなんとか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 生き抜いて幸せの気持ちを探すために最後の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 その日まで誰かもきっと死にそうだろうけどこんな僕でも生きてるから賞で7,250日Thank you.